今年最後は2021年度 TikTok 再生数ランキングトップ5を紹介。まずは第5位、キャンディーアップル。今まで食べたリンゴ飴の概念を覆してくれたお店で、何よりリンゴが美味しすぎた。そして第4位はギョーパオ。1000円で食べ飲み放題で、人生一やばい食べ飲み放題のお店でした。続いて第3位はシェアラウンジ。お菓子、パン、アルコール飲み放題1386円で、お酒好きにはまさに天国。そして第2位は新時代の100万再生超え。ここはドリンクが安すぎる。そして1本50円のデングシタワーは、SNS 映えでバズりにバズったお店。そして堂々の第1位は、アキラ。再生数ダブルミリオン突破。当時3時間も並んだけど、今はチケット配布制に。神コスパ寿司動画は大人気シリーズに。東京コスパグルメのアカウントを2021年からスタートして、同じ業界のクリエイターさんからたくさんの刺激をもらいました。同じ時代に生き切磋琢磨できたことにありがたみを感じ、そしてコロナ禍で大変ながらも企業努力されている最高のお店に敬意を払いつつ、何よりこの動画を見てくれる方、フォロワーさんに感謝しつつ、今年を終えさせていただきます。2021年、ありがとう。どうぞ皆さん良いお年を。そして2022年もまだまだおすすめの店を投稿していくので、チェックしてね。それじゃあまた。